こんにちは、バウシーです。今日はですね、ウェブメディアびっくりセールというメディアのコミケみたいなイベントに来てます。すごい人です。今からいろいろなんか見てこようと思います。ビジネスでーす。なるほど。するとき記事の切り口も鋭いというのをかけてます。ニュースを深掘りするから耳も深掘れるみたいな。これにトイレットペーパーってのも売ってますね。あ、重要ですね。そんなものはトイレに流そうと思います。ガジェット通信です。ネット流行語大賞というのを毎年発表してるんですけども、10年分の受賞ワード30個セットにしたチョコ。僕が勝手に全国のサウナをレビューする本というのを売りまして開始10分で売り切れました。あ、もう売り切れちゃった。サイトのネドラボと言います。ネドラボいつも見てます。今先行サウナすごい流行ってる。あ、そうです。そのテーマにしたモデル、ウームという会社のブースになってます。あなたをちょっとだけ幸せにするかもしれない動画。最近5キロぐらい太ったんですけど、どうしたらいいですかね。はじめ社長、俺が本気出したら1週間で7キロ痩せられたんだけど。最後ラスイチです。ラスイチです。ラスイチ、素晴らしい、ありがとうございます。これ来て毎日会社行こうと思います。これ来て犯罪してください。いやー、恋愛メディアアムです。アム、男性が今さら聞けないセックスの疑問を解決する本、星野源になりたいエンジニアへのアドバイス。サウナ行きたいです。サウナ行きたい。初めてパーカーを。サウナ行きたい。パズギャッターの吉田です。ズギャッター毎日見てます。ズギャッター10周年ということで、文房具的なノートを。このウェブメディアびっくりセールっていう、今回のハッシュタグが自動的に印刷されるっていう。ノートの宮脇です。6冊新しい。6冊多いですよ。6冊結構。東京カレンダー風に家電を紹介する東京カレンダーの予報を受けます。バウンシーをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ウェイリーポータルZです。いつも見てますって言われると本当ただツルツルになりますこんなメジャー感のある感じになっちゃって。また半年1回ぐらいやるみたいなんで、はい、皆さんも遊びに来てください、はい、あとマンションもし出れたら出たいなと思うんで、はい、その時は優しくしてください。もちろん。ありがとうございます。